ロシア外務省によりますと、鈴木議員は2日、アジア太平洋地域を担当するルデンコ外務次官と会談しました。この中でルデンコ次官は、ウクライナ侵攻をめぐるロシアに対する日本の制裁について、数十年にわたる国家間協力の積み重ねが、反ロシア路線によって意図的に破壊されつつあると批判しました。 鈴木議員は安全保障に関するロシア側のアプローチと日露関係に触れたということですウクライナ侵攻後日本の国会議員がロシアを訪問するのは初めてで松野官房長官は会見でこう述べました渡航中止は国会議員も対象だということです 事務所によりますと鈴木議員は5日に帰国する予定です。